近年ではスタック、リーチっていうものも大事な指標であるというふうによく言われています。今回はその辺について説明してみたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ロックバイク TV です。皆さんロードバイクを選ぶ際にフレームのサイジングというものに困ったりした経験あるんじゃないかなと思います。昔からロードバイクのフレームサイズを語る上でこのシートチューブ長というものとトップチューブ長というものが大事だとされてきました。ところが近年ではそれに加えてスタック、リーチというものも大事な指標であるというふうによく言われています。今回はその辺について詳しく説明してみたいと思います。それでは行ってみましょう。一昔前までは、そのフレームのサイジングを決める大きな指標として、シートチューブ長、あとトップチューブ長、まあこれホリゾンタル換算のね、トップチューブ長というのが大事にされてきました。ところが近年では、それに加えて、リーチとスタックハイト、さらにスタンドオーバーハイトというものをよく耳にするようになってきました。で、そもそもね、これがどこからどこを測るものなのか、というのが皆さんあまりよくわからないことがあるんじゃないかっていうところと、じゃあなぜそれが必要になってきたのかっていう部分なんですけれども、そもそもフレームを作る工法というものが昔と今では大きく異なっております。というのもですね、もう何十年も前、フレームの素材が黒森しかなかった時代、すべてのロードバイク、ロードレーサーのほぼほぼすべての車体というものがトップチューブはホリゾンタルでした。そしてそのパイプとパイプを継ぎ合わせるに際して金属製のラグというものを使って組み合わせているがゆえにですね、このラグの種類というものにも限りがあったので、だいたいロードレーサーのそれぞれの角度というものはそれほど大きく変わらないっていう事実があったので、そのシートチューブ長がこれぐらいだと必然的にトップチューブ長がこれぐらいになってくるっていうのが、まあ暗黙の了解として決まっていたっていうようなところがあったので、この昨今言われているリーチとかスタックというものが語られることがなかったんですが、近年ではやはりそのモノコックのカーボンフレームというものが多く出回るようになりまして、そうですね、シンプルな丸パイプを組み合わせて作られたフレームというものではなくなってきたので、そもそも測る基準点がどこなのかというようなところも曖昧になってきました。というようなところから、新しくフレームのサイジングを指す指標としてこのリーチというものとスタックハイトというものが大事になってきました。で、じゃあそれがそれぞれどこを指しているのかというのをこれから説明していきたいと思うんですけれども、まずですね、先ほど言っていたトップチューブ長というやつですね。一番よく出てくるトップチューブ長とシートチューブ長。これっていうのはどこを指しているのかというと、実際のトップチューブというのはこの拙い画像なんですけれども、これがトップチューブですよね。なので、ここからここまでが実寸でいうところのトップチューブ長なんですが、実際人が自転車に乗ってハンドルの距離を測るためのトップチューブ長というのは、トップチューブがスローピングしていると水平換算、ホリゾンタル換算って言いますけど、実際にこの延長線上にシートポストが伸びていてサドルが乗っかっていて、で、ここからここがいわゆるヘッドチューブの真上を通っている線。というところを見ると、このホリゾンタル換算でのトップチューブ長というのは、実寸でのトップチューブ長と若干異なってきます。ホリゾンタル換算の方が若干短くなる傾向です。なんですが、これというのはですね、実はここが仮に同じであったとしても、このシート角とかヘッド角とかが変わってくると、乗ってみた感覚としてのハンドルの距離というのが変わってきます。さらにですね、昔、トップチューブがホリゾンタルだったとき、まあ、これで言うと、ホリゾンタルだとこんな感じですよね。例えば、ここのそうですね、シートチューブを520だと想定した場合に、トップチューブがホリゾンタルだったら、トップチューブの上端っていうのはこの辺に来るわけなんですが、そうするとこのスタックは大きく変わってきます。で、同じホリゾンタル換算のトップチューブ長を持った車体であったとしても、ヘッド位置が低かったら、乗った感覚として、ハンドルがすごく遠く感じます。なので、今はこのリーチというものが大事になってくるとともにですね、スタックというヘッドチューブの上端までの高さというものが大事になってきます。
で、これの起点となる場所はどこかというと、BB、ボトムブラケットの中心となってきます。スタックハイトというものは、ボトムブラケットの中心とヘッドチューブのこのパイプの中心ですね。これの高さ、ここの間の距離がスタックハイトと呼ばれる高さになります。そして、B 値というのは、このボトムブラケットの中心から出ている垂線とヘッドチューブのここの距離ですね。これをリーチと言います。で、ざっくりなんですけれども、そうですね。フレームサイズ、一般的な日本人の身長が170とか175前後ぐらいだとすると、そうですね。500とか510、520、530ぐらいのフレームというのが一般的になるんじゃないかなと思いますが、ホリゾンタルである場合、おそらくヘッドチューブ長が100あるかないかぐらいになってきます。そうするとこのスタックというのが450から400後半ぐらいの数値になってくると思いますが、最近のロードバイクはヘッドチューブが長く、トップチューブがスローピングしている傾向にありますので、プラス5センチから10センチぐらい、このスタックという数字が長くなってくると思います。これはそれぞれの数字がいくら分かったとしても、自分が今乗っている自転車の数字がいくらで、それに対して自分が低いと思っているのか高いと思っているのか、それと比べてどうしたいのかがわからないと、単純にその数字だけを知っていてもあまり意味がありません。全く自転車を知らない方に、例えばそうですね、あなたのフレームサイズは500ですよって言われてもピンとこないのと一緒で、このリーチ、あなたのリーチはいくらですよって言われても、自分が乗っている自転車もしくは乗ろうとしている自転車のリーチがどれぐらいのものかっていうのが分かって、それと似たような格好の自転車がどれぐらい差があるのかというところまで分からないと、実際にこのリーチとスタックが分かったとてあまり意味をなしません。なので、自分が乗っている自転車、それから今後買おうと思っている自転車の数字を調べてみて、見た目は一緒のように見えるんだけれども、実際ここの数字がどれぐらい違うかっていうところまで想像してみて、さらにですね、このリーチというのは、ここからさらに先にステムが伸びていて、ドロップハンドルだと、ドロップハンドルのこのハンドル自体のリーチというものもあって、ここからこうなってるわけなんですが、それもプラスされるというわけなので、実際にこれに組み付けるステムとかハンドルバーによって、最終的なトータルでのリーチというのは変わってきます。なので、そこも鑑みて、自分が欲しい長さがどれぐらいなのか。さらに、同時にですね、スタックも考えながら、自分が、例えば市場で乗ってみた自転車が、ハンドルが遠かったな、前傾がきつかったなっていう印象を持っている。ただ実際これは本当にトップチューブ長もしくはこのリーチが長かったのかというのと、実は長さは合っているんだけれども思っていたよりも低かった、つまりこのスタックの数値が小さかったのかもしれないってなれば、スタックがより大きなもの、長いもの、スタックハイトが高いものを選べばそれは解消するかもしれません。で、このスタックハイトを伸ばすにあたって、どうしてもお気に入りのフレームは自分の想定するスタックハイトよりも短くなりすぎているっていうことであれば、単純にハンドルをつける、ステムをつけるまでの、ここにね、コラムスペーサーっていうのが入ってきますんで、コラムスペーサーを何枚か追加すれば解消するかもしれないですし、もしくは、スタックハイドがちょっと高すぎるということであれば、コラムスペーサーを抜けば解消できるかもしれないですし、というような、一つのことが決まっていれば全てが決まるというわけではなく、自分にとってこのリア周りは、すごく都合がいいんだけど、ここフロント周りが都合が良くないという場合は、それの調整の仕方があったりもしますし、その逆もしかりだったりします。で、自転車を操縦するにあたってですね、もちろんギア周りもフロント周りも大事になってくるわけなんですけれども、やはりですね、このリーチとスタック、これというのが、これから自分が乗る自転車のステアリング、ハンドル位置に関わる大きな部分なので、ここっていうのを自分なりによく理解して、自分が求める、自分に合った数値が何なのかっていうのを知った上で、例えば今乗ってるやつから乗り換えるというようなことを考えるときに、自分が今乗っているものがお気に入りであれば、それに近しい数字を、のものを探せばいいわけですし、例えば慣れてきたので、もうちょっと前傾深い車種が欲しいなと思った場合は、スタックはもうちょっと値の小さいものを選ぶとか、リーチがもうちょっと値の大きいものを選ぶとか、というふうに工夫していけばいいかと思います。せっかくね、フレームのこういった絵を描いているので、ちょっと余談なんですけれども、前後のアクセルを結んだ線と、ここの、ちょっとごちゃごちゃしてますけど、BB のセンターを結んだ線、
の間にこの少し隙間があります。これを BB ドロップ、もしくはそうで BB 下がりとかハンガー下がりというように言います。一方で、これ一応タイヤがね、ちょっとついてないんですけど、これ地面だと思ってください。地面から BB の中心までの距離を BB ハイト、つまり BB の高さですね。BB ハイトというふうに呼びます。この BB ドロップという、BB ハイトというものは、もちろん関連している数値ではあるんですが、数値としては全く別の数字になります。なので、BB ドロップか BB ハイトなのか、どちらかをちゃんと理解した上で数字を見ていくっていうのが大事になってくるかと思います。そしてですね、昨今このタイヤ、ちょっと前の動画でやりましたけど、昨今の自転車タイヤ太くなっていると。で、このタイヤの太さというのは、タイヤが太くなってくると外形が変わってくるので、太いタイヤを履けば履くほどこの車体はちょっとずつこう上に上がっていくわけなんですね。そうすると BB ハイトは変わってきます。ところがフレームが変わっていない以上 BB ドロップは変わりません。なので我々設計者は基本的には BB ハイトでものを言うんではなく BB ドロップで議論をするんですが、乗る側からするとこの BB ハイトも非常に大事になってきますので、ここは切り分けて覚えていただければなというふうに思います。一番最初に言いましたけれども、基本的にはやはりシートチューブ長、昔ながらのシートチューブ長というのと、このトップチューブ長というものをまず一つ目の指標として、そこからさらに突っ込んだサイジングというものを求めたい方というのは、次にこのリーチとスタックというものを意識していただければいいんじゃないかなと思います。あともう一個追加で、スタンドオーバーハイトについて説明してなかったんですけれども、スタンドオーバーハイトというのはですね、このトップチューブの上端から地面までの高さのことを言います。ちょっとここに書いてないんですけど、なぜ書かなかったのかというと、このスタンドオーバーハイトを決めているというのは、メーカーによってね、スタンドオーバーハイトを公表しているところもあるんですけれども、これ実はなかなか決めるのが難しい数字になりまして、なぜなのかというとですね、まず先ほど言ったように、地面を起点にすると、タイヤの太さ、もしくは空気圧によって、もう数ミリぐらい簡単に変わってきます。なので、厳密な数値が出しにくい。っていうところと、ホリゾンタルトップチューブの場合は、ここの上端というのは変わらないんですけども、スローピングの場合は、じゃあどこでそれを取るのか、というような問題になってきまして、多くのメーカーでスタンドオーバーハイトは、トップチューブの中央から、この地面までの高さというふうに明記しているんですが、どこを中央とするかというのもなかなか難しい問題でして、スローピングがきついフレームだと、中央値がちょっとずれるだけで、2ミリとか3ミリとか簡単に変わってきます。ですので、うちでも公表はしていませんが、お客さんから聞かれた場合とかにお答えするのは、うちでは、この BB の軸の延長線上をたどる垂線上にある、ここから地面までの距離というのを、車体ごとによって、履いてるタイヤによって変わってくるんですが、そこの実寸でお答えするようにしています。で、これがなぜ大事になってくるかというと、自分のペダリングに一番調子のいいサドルの高さにすると、基本的にサドルに座ったまま足は地面になかなかつかないというような形になってきます。これママチャリだけ乗っていると、なかなかこの考え方を理解してもらえなかったりするんですが、スポーツ車というのは、基本的にペダルを一番下の下視点に置いた時に膝が伸びきるちょっと手前ぐらいというのがいいというふうにされているので、一般的にサドルにまたがったままでは地面が足につかない、もしくはかなりつま先立ちになってしまうというようなことから、皆さん信号とかでね止まられる時っていうのはサドルから前にトンと降りると思います。この時にこのスタンドオーバーハイトっていうのが自分の股下よりもはるかに高かったりすると、そもそもまたがれなくなってしまって止まることができなくなってしまうので、そういった意味からこのスタンドオーバーハイトっていうのがまあ一応大事になってくるとされてはいるのですが、何台か乗ったことがあるっていう経験されてる方で、おそらく自分のシートチューブ長とトップチューブ長、もしくはリーチがこれぐらいだなぁというのをなんとなく分かっておられる方に対しては、このスタンドオブハイトっていうのはほとんど重要ではありません。というのが、それが合っているフレームであれば、もうそもそも自分の股下よりもスタンドオーバーが高いということはまずありえないからになります。なので、全く分からない人っていうのは、このスタンドオーバーも一つの指標にすればいいかもしれないんですけれども、ある程度分かっておられる方、自分のシートチューブ長はこれぐらいかなとか、トップチューブ長はこれぐらいかなって知ってる人だったら、このスタンドオーバーというのはそれほど気にする指標ではないんじゃないかなと思います。はい、それではいかがだったでしょうか。今回はフレームのね、リーチ、スタック、スタンドオーバーについて説明してみました。
以前にフレームのジオメトリーについて詳しく紹介した動画があったんですけれども、その時はこの3つの指標というのは説明していませんでした。理由としてね、ロックバイクスでは基本的にホリゾンタルのフレームが多いので、今日伝えたようなリッチとかスタックっていうのはトップチューブのホリゾンタル換算長、まあ、ホリゾンタルのフレームなので実寸がイコールもうホリゾンタル換算長になるんですけども、そこが分かっていれば、あまりこのリーチとかいらないかなというふうには思っていたんですが、広く一般的に最近スローピングフレームというものが多くなっているので、そういったもののサイジングを細かく知りたいという方に対しては、やはりこの数値というのも大事かなと思いましたので、ちょっと補足の意味も含めて今回説明をやってみました。今後もこういった皆さんと一緒に自転車の規格とかサイズの問題だったりだとか、あとはもちろん構造とかね、そういったものを勉強するっていうような座学系の動画もたくさんやっていきたいと思いますので、お気に入りいただけましたらコメントや高評価で応援していただけるとありがたいです。チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。